のりさん、ハロー、クロちゃんさん、こんにちは。キヨ兄さん、こんにちは。赤いマフラーさん、こんにちは。暑い、暑。お昼休み、もう皆さんお昼休みですか？ゆず先輩、やっほー。まるひろさん、こんにちは。しおねちゃん、久しぶりに超えた、ありがとうございます。こんにちは。すんすんさん、こんにちは。そう、運動してたよ。あのね、あれです、あの普通にダンスしてて、でそう、普通にダンスして、その後にあのなんか痩せるダンスみたいなのした。でも2回しかしてない痩せるダンスは2回しかしてないけど、配信終わってからもやります。あのなんだっけ、ハンズ、ハンド、ハンドクラップみたいなやつやった。それでね、今日ね、お昼ご飯食べてないんですよ。朝ごはんも食べてないし、お昼ご飯もまだ食べてないんですけど、ちょっと今からお昼ご飯を食べたいと思います。ゆらのゆらのお昼ご飯食べる今から。なので皆さん、お昼ご飯食べる方は一緒に食べましょう。でもゆらのお昼ご飯今日はこれ、ヨーグルト。さっきトマトを3つ食べた、配信する前に。と今からこれを食べる。これが今日の夜ご飯じゃないわ、昼ご飯です。で、配信がね終わった後は、あのなんかおから蒸しパンっていうのを作りたくて、それを作る。終わったら、配信終わったら。ね、きついよね。なんかいただきます、これ、いただきます、いただきます。皆さんもいただきますで食べましょう。いただきます。なべちゃんさん、こんにちは。なんか朝と昼一緒になる、家におったら。うん、お昼ご飯を食べましょう皆さん。自分もこれからサラダだけ。え、強い。ハリュさん、こんにちは。夜は食べないので。あ、なるほど。でも3時ぐらいに食べるのめっちゃいい。なんか2時とか3時とか、そのなんかお昼ご飯の本当の時間より、あの過ぎた時に食べたら、なんか夜あんまりお腹すかんくなる。ハリュさん、こんにちは。いいなー、ラーメン食べたい。え、なんかゆらの好きな食べ物を、うん、ゆらの好きな食べ物をあげるとしたら、マジでなんかちょっと、あのマジで高カロリーなものがほとんどだけ、ゆらは高カロリーなものがほとんどなので、好きな食べ物。じゃあ皆さんはもうこの、あの、じゃあ5品、 5品っていうの、 5個、好きな食べ物5個を
この世界に残してあげるって言われたら何がいいですか。もうこの世から食べ物が5つしかなくな ないっていう状態になるって言われたら何を選びますか。ゆらはお肉、お米、ラーメン、お肉、お米、ラーメン、お肉、お米、ラーメン、うん、お菓子、お菓子、あと飲み物うん、肉とお米は絶対絶対いる、絶対。お弁当食べながら見ててください、ぜひ。え、納豆チーズトースト美味しそう。なんかね、やってみたいんよ、なんかそういうの、なんかパンに納豆とか、なんかちょっとそういうちょっと意外な感じのやつをやってみたいんじゃけど、まだやったことない。お昼何食べよう、朝食べそびれた、あるある。なんかもうなんか食べてなくて、それでもなんかゆら10時とかだったらもう食べんかも、なんか、うん、10時とかだったら食べんかな。ちょうちゃんさんこんにちは、たっくんさんこんにちは津田ひろふみさんこんにちは、あきさとうさんこんにちは。唐揚げ、あ、唐揚げもいい。でも唐揚げはね、肉の部類に入れてほしいえ、でも何類って言ったらもうすぐじゃない、ご飯、麺類、お肉、ご飯、麺類、お肉って言ったらもうね唐揚げいいな、美味しい。あー、お寿司も食べたい、お寿司も食べたい、お寿司食べたい、めっちゃ食べたいんだけど、お寿司。うん、お寿司の何あれだったら、でお寿司の種類が、お寿司の種類が5個しかなくなるって言われたら、お寿司屋さんから何十種類もあった、お寿司屋さんから何十種類もあったお寿司がもういきなり今日から、あの明日から3つになりますって言われたとすれば、ゆらはね、あのチーズが乗ってるサーモンと、チーズが乗ってるサーモン、エビ、なあ、しししし、チーズが乗ってるサーモンとエビと縁側と、縁側風が強くて泣いてる、ちょっと待って、ちょっと静かにして、その間に考えとく。ゆら携帯どこやったっけ、 あった、よいしょ、はい。そう、お寿司を絞るとしたらお
もし絞るとしたら炙りチーズサーモンとエビと、あれ縁側と炙りチーズサーモン、エビ、縁側でもそれで結構生きていけるかも。なんかあとなんか肉が入ってるやつとかぐらいでいいかも。いける。なんか決まったものしか食べんけん、ゆら。お好み焼き、とんかつ、寿司、カレー。あ、いいな、カレー。果物、確か果物だったらいちご、パイナップル、みかんとかがいい。そう、お肉は範囲がね広いからね、いいんです。でもじゃあお肉の中の種類で何がいいかって言われたら、あの焼肉、牛タン、タンと唐揚げとステーキがいい。わさびは飲み物に含まれないかな。わさびも大事。なんか肉食べるときにわさびと醤油がめっちゃ好きです。うん、なんかいろいろ肉食べるときになんかタレ派か塩、タレ派か塩派かって言ったら絶対塩派。あ、マスカット美味しいよね。わかる。どの子が泣いてた？銀ちゃんですね。銀ちゃん、くよちゃんさん50カウントありがとうございます。むっちゃんさんも50件ありがとうございます。うん、塩派。ゆらも塩派。塩派断然タレ。あ、なんかでも絶対あのタンは絶対あ塩じゃない、レモンです。絶対塩派。でもなんか物によるよね。でもあのタレのついた肉をご飯と一緒に食べる幸せって本当にもうマジでもう本当に本当に幸せって思う。本当に幸せ。もうなんかゆら焼肉屋さん行ったらタンばっか食べてる。うん、あとはあれです、せせりとか。え、いいな、今日の晩ご飯唐揚げ。ゆらはなんだろう、おからめしパンを食べますね、多分作ったやつをあの夜と夕方の間ぐらいに食べるかも。何食べてるのって。これヨーグルト、ヨーグルトみたいなやつ、なんかいちごのジャムが入ったヨーグルトみたいな。でも物によるタレか塩かは。なんかあのゆらは絶対焼肉屋さん行ったらあの何にもタレがついてないお皿を一個用意してその中にあのなんか入れてもらうようにする。あのあれとかはお肉だってタレにさつけたくないやつをさタレにがついちゃったら嫌だから。ラッシーって何？アイスじゃないよ、ヨーグルトですよ。ちゃんとあのオイコスってやつ、オイコス、これめっちゃ好き。うん、安部さんこんにちは。おきさん朝ごはんに卵かけ、いいな。うん、卵かけご飯大好き。あ、150日ですか。イエーイ、ありがとうございます。
イエーイ。あ、そして皆さん、あのですね、5000人さん突破しました。イエーイ、バーン、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。好きなお菓子は、好きなお菓子を5つ選ぶとしたら、でもやっぱりね、一番なんか好きなのって言ったら、でも正直まあちょっとねカロリー高めですけど、まあポテトチップス系が美味しいですよね。あとはあのイカが好きです。あとはグミとかも好きあ、ありがとうございます。またあの配信するとき言いますね、あのあれのあれです、5000人さん記念配信。スンスンさん、クマありがとうございます。クマ、ちょっと待って、クマ書きますね。若さん、しおねちゃん、アイスありがとうございます。5000人さん突破嬉しい。でもなんかすごい最近な感じがする、あの幼稚園激辛のやつがすごいめっちゃ最近な気がする。この配信はね1時半か2時ぐらい、分からん、1時半か2時ぐらいかな。よし。そう、しかも今日今日じゃない、昨日めっちゃ電波悪かったけん、ちょっとね、アホイやばいですね。私も好きです美味しいお菓子はたくさん、5月20日今日は5月20日ですね。はいや、あと10日ぐらいしたらもう6月、どういうこっちゃ。早いんですよね。オッケー。船はまっすぐ進むよ、彼方の水平線、未来を探しに行こうか、チャ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 、風と日差しの、オッケー、か、あー、どこ行った、跳ねた魚は何を語る。よし、はい、ありがとうございます、スンスンさん、クマ、ちょっと待って、
くま、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。やすべさん、ご自意見ありがとうございます。あ、手についちゃった。またなんか書くたんびにね、手につくよね。ゆら下手くそ。ゆらって、うん、ありがとう。こちらこそありがとうございます。すずさん、ありがとう、ありがとうございます。昨日めっちゃ電波悪くて悲しかった。うん、あ、もうすぐ梅雨なんですか。もうすぐ梅雨だから最近雨が降ってるんですか。そういうこと。あ、皆さん、あ、どうしようあれ、本当はね、今からちょっと七並べしたいなって思ったんですけど、七並べしたいんですけど、並べしたいんですけど、時計がねないんですよね、安定の。明日雨、マジでやだ。シナベやりたい。ちょっとじゃあ時計持ってくるね。時計マジここ置いとかんといけんね。ちょっと待っとって。ちょっと待って、時計さ、いらで、持ってきました時計。ということで七並べします。何分からしよう。半からじゃあ七並べする。どうしよう。4分で間に合う。いや、いいや。30分からします。コウシさん、こんにちは。仕事に戻らずして並べ。かぶる？じゃあこれにします。あ、間違えた。30分12秒からします。それまで追い越すタイム。
うん、それな、なんでか当たんないんですよ、ユラも。なんかユラ、あの室並べしてたんですけど、そのメールでやった時にね、室並べしたんですけど、なんかユラの、そのユラのその何カードにしてくださってる方とか、なんか池田ちゃんのきらめきとか、そういう人にね全く当たらないんですよね。いつも他の推しメンの人と当たる。なんでだ。モンモンさんありがとうございます。さとちゃんさんこんにちは。細かいんですね、ユラの質問。なぜかもう今日はなんかあれしたいなとは思ってますね。時計ないから今日も見守ります。あ、じゃあ普通に室並べしながらね、普通のあの配信のねお話もしましょう。皆さんちょっとユラはその技を身につけたいと思います。あの室並べ、え、過ぎちゃった、ごめん、ごめんなさい。待って、過ぎた、ごめん、え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 、ごめん、本当に申し訳ない。あ、ごめんなさい、本当に。ちょっといけん、ちょっと待って、ちゃんと、ま、真正面に置く自分の、ごめんなさい、ちょっと待って、うん、どうしよう、本当にごめんなさい。今やってる方を待ちます。なので36分からにします。それまでは普通のお話。あのね、なんかね、最近ね、最近ってか昨日だ、昨日の夜になんかお部屋を片付けたくなって、別にそこまで片付いてはないんですけど、あのね、あれにした、なんかここユラのここ、もうここで配信するって決めたんですよ。ユラはもうここが定位置、もうここで配信するって決めたんですよ。そう、それでね、それでここで配信するって決めたから、ここの周りがなんかこの何 iPad を立てる三脚みたいなのとか、あともうメイクも全部ここでしようと思って、そうで、ここら辺にアイロンを置いたりとかで、あのペン、さっきみたいにねすぐ書けるようにここら辺にペンを置いたりとか、ここに化粧、お化粧道具とかを置いたりとか、棚を置いてね、ここにで、お化粧道具を置いたりとかっていう、そうことをしてたんです。もう髪の毛のものとかも全部ここに置いて、そうショールームの、あのユラの部屋のショールームするとかメイクとかする、ここ一角をここ作ったんですよ。そう、ここ一角にしたので、あのもうなんかすぐ使え、何毎日っていうか結構使ってる帽子とかも壁にかけたの、帽子壁にかけて、で使うカバンとかもここにかけた。ちょっと見えると思うんですけども、ほら見て、上ほらカバンをかけた、壁にカバンをかけました、壁に。もうちょっとね、他のカバンとかもかけたりしてとかやりたいんですけど、あとここに帽子もかけました、壁に。したら結構いい感じで、そういい感じ、そう配信スペース、マジなんかここがもう配信するところで、でここで配信する前にメイクもできるし、もう何でも置いてあるここには、っていう最強のスペースを作りました。
のでここでやっていきたいと思います。これからもコートライチさん、初見ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田由良です。ぜひルームフォローお願いします。そうそう、何でも手が届くんですよ、ここにいるとね。何でもあるよ、もうお出かけする時の準備などは全部ここでできるっていう。でしかもここにあのユラのいつも寝てるとこがあるんですけど、そこからめっちゃ近いので、もう起きたらすぐここに向かいますね。で準備ができるっていう。まあでも顔を洗わないといけない時はまあ洗面所に行かないといけないんですけど、もう大体は行けます。まぐりくりちゃんさん、こんにちは。ゆしたるさん、こんにちは。そうですね、まぐりくりちゃんさん、バラありがとうございます。本当にいい感じですよ、マジ。ここめっちゃいい、もう何でもある。でそしたらなんかゆらの部屋入ってきた瞬間にここのスペースが見えるんだけど、なんかすごいなんか YouTuber さんみたいな感じの一角になった。 YouTuber さんみたいな感じになって、ちょっとうん、なんか YouTuber さんになったなみたいな感じになりました。その部屋のここら辺が、大丈夫です。次は多分大丈夫、多分っていうか大丈夫大丈夫です。大丈夫、本当に大丈夫、大丈夫なので。またペンついた、めっちゃペンついてるやん。ジューシー、どうですかね、これはいきましたね。のっぴーさん、こんにちは。お、ありがとうございます、教えてくださって。もう忘れるのは良くないですね。今日もっていうか、もう水色着てますね。水色のなんか T シャツ、なんか運動してたけん T シャツっていうか、なんか七分ぐらいです。のやつを着ております。なんかゆらね、気づいたんじゃけど、自分的になんかゆらの昨日の服、昨日ね服を整理しとって、なんかもう夏の服になるけん、なんか冬服はもうなんか使わんかなって思って、あの整理整頓しとったんよ、自分の部屋の服を。でその冬服があったりしたら、その他の部屋に持ってったりして、なんかもう今着る服だけを自分の部屋に置こうって思ったんじゃけど、あれなんよね、見たらめっちゃ紫と、なんか薄紫みたいな色と、水色と白がめっちゃ多くて、ちょっとびっくりした。負けました、3位。めっちゃびっくりした。ご飯食べながらありがとうございます。そう、超びっくりして。そうなんよ、もうね、もうなんか分からんけど紫の服結構買ってしまいます。なんか紫の紫っていうのは薄紫ですね。甘栗クリちゃんさん、対戦ありがとうございます。
小福さんこんにちは。当たらんかった。え、そう、なんか分からんけど紫が集まる。あとやっぱ水色と、水色とね、あとね白かな。なんかいろんな色着たいんだけど、だいたいそこら辺になる。ことが多いです。よし、次は41分です。モモメの変身 MC テーマ見ましたよ。見ました。あの水色紹介みたいな。ありがとうございます。皆さんぜひモバメ返信してくださ、あのね、あのあれなんですよね、結構あのハッシュタグゆらうただったらなんかすぐ見てる気がする、ゆらば。なんでぜひ返信してください普通のメールとかでも。うん、次はぴったりです。41。聞かないなそうさん、ハート、ちょっとごめんなさい汚れてます、ハート100個ありがとうございます。ペンで汚れてるね、ゆらのて。そう、犬に囲まれてる時は。聞かないなそうさん、だるま100個ありがとうございます。マスオさん、四つ葉のクローバーありがとうございます。向かないなそうさん、花束と四つ葉のクローバーありがとうございます。エブエイレブンさん当たった、ありがとうございます。押しそびれた次のチャンス、次のチャンス待つんだ、あれからずっと読み上げ花は咲いて散って、また咲く日まで、君のことは絶対忘れないよ。え、あれ知ってくれた気がす、今なんだっけ、妥協みたいな、なんだっけ、妥協じゃない、忖度だ、忖度してくださった、ありがとうございます。あ、そう、忖度思い出した忖度してくださって1位になりました、ありがとうございます。ボサボサ、次はこれ
間違えた、妥協って言ってしまった。でも似とるよね、似とるくない？ロンリーボイスさんハート100個ありがとうございます。似とるよ、マジ似とる。妥協ありがとうございます、エブリンさん。好きだから、待って待って、押してない、ごめんごめん、待って、ごめん、もう本当にごめん、でもごめん、待って、ゆら本当にバカ、もうごめん、もう本当に謝る。やだ。ごめんね、皆さん。もうやだ。もう。なんで？ごめん。もういけ。もうちょっと黙るね、ゆら。もう黙るね、ゆら、ちょっとちょっと黙るわ、ごめん、もう黙る、ゆら、ちょっと待って、ごめんなさい、もう黙る、ちょっと一旦、本当に申し訳ございませんでした、黙りました。ちょっともう時計とにらめっこ頑張ります。もうごめんなさい、本当に本当にごめん、本当にごめんなさい、ごめん、ごめんなさい、心の底からこれ謝ってます。もうやだ、時計ずっと見る、やばい、また押し忘れました、本当にごめんなさい、ダメだ、何も考えてなかった、やば、食べながらタイミング、違う、本当に本当に本当に忘れてた、ごめん、はあ、はあ、そう、ただ歌ってるだけだった、ごめんなさい、本当に普通に楽しく歌ってました、ごめんなさい。はい、ダメだ、40、もう絶対に間違いません、絶対間違いません、もう（笑）はい、間違いません、絶対に、もう今ちょっとにらめっこしてます、スマホどこ行ったもん、めっちゃあるよ、ゆら、
やばい、あれどこ行ったっけってなる。うん、あと1分ぐらいです。ああダメです、ちゃんとしますね。ああなんでじゃろ、本当だったらもうこれ多分4回目なのにまだ2回目しかできてないっていうね、石並べが押し忘れのせいで。できた。頑張っていきたいと。黙っちゃう、黙ってしまう。やばい、やばい。負けた。準備しながら話すとかできない。え、本当にそれなんかできない。特に押す前は特に押す前は難しい。次はどうしよう。50焦らずしたいと思います。今日は1時半まで1時半までもう七並べをしたいと思います。って感じです。今日はゆうじさん、だるま、ありがとうございます。なんかしようとしたんだよね、今ね。なかなか当たりません。頑張りましょう。
そう、なんか一番本当に喋れんのよね。としきさんありがとうございます。仕事戻ります。頑張ってくださいお仕事。さっきの対戦できらめきゲット。おーイエーイ。毎回秒か、あ、秒変えない方がいいんですか毎回。当たる人は当たらない日がある。なるほど。時半まで何もいいかもしれない。ありがとうございますみっちゃんさん。のむのむさんこんにちは。トゥントゥントゥン。絶対に押します。うん、マスオさんだるま。ありがとうございます。当たった。のりさんありがとうございます。しわねさんダメだった。当たらなかった。今日はね半まで、1時半までするので、七並べ何回できるかな。仕事戻ります。頑張ってください。お仕事あ、負けました。4位でした。どうしようかな。うん、じゃあ次は1分にします。1分。またたた、ありがとうございます。そう、1分00秒、1分00秒です。忘れません、絶対。やったら仕事戻る。頑張ってください。今日はなかなか当たらん。確かに
まあまだあるのでね、1時半まで。皆さんこれからお仕事ですか？お仕事か。退出するまで仕事戻らないと。大事にしましょう皆さん。何するんですか今日は。ゆらは配信が終わったら料理します。料理します。すごくない？ちょっと頑張る。教文のオンライン授業終わった。神。神。じいさんこんにちは。自宅勤務中だから並べ放題。並べ放題。おから蒸しパンを作ります。今日それを今日食べる。おやつと夜ご飯一緒で、それ一緒でそれを食べます。当たらんかった。どうやったら当たるんかね。やっぱりぴったしにやっぱ息を揃えるというのが大事なのかな。凝ってる。初めて作るよね今日。初めて作るけん成功するか分からんけど、ちょっとなんかいろいろ調べながら作ろうかなって思います。3位。今日いら3位と4位しかなってない。あ、1位になったわ。そう、あの忖度してもらって1位になった。蒸し器？蒸し器って何？蒸し器って何？機械？そういうパンとか作る？それん？そういうのじゃなくてもね、普通に作れるんよ多分。確かそう、 YouTube だってなんか見たのはなんかめっちゃ簡単に作れる。え、失敗するん？蒸しパン。いや初めて作るんだけど怖いな。蒸しパンじゃない？何作った？おからパン。おからパン、へえ。どうしよう、ちょっと待って。うん、どうしようかな。5分。ちょっと微妙な数字でいきますね。初めて当たりました。ありがとうございます。ありがとうございます。やいばちゃんさん、
みやちゃんさんこんにちは。やっと昼ご飯、昼ご飯もねもう食べましたね、ゆらさっき。おからなんで欲しいになるんかねなんでダメなんかな。としきさんありがとうございますね。講演したいですね。もうそろですね。紫さん当たりました、ありがとうございます。押し忘れてたん、あるある。見たらもう50秒やった。川又さんと対戦します。え、どっちやろう、ゆうなちゃんあんなちゃん、どっちかな。でも2期生ってなんか同じ名前結構かぶってるの多いよね。川又とかサラちゃんも、サラちゃんも下の名前が一緒、漢字は多分違うと思うけどね。あとあれだ、あ本当だ、さやかりんとさあやもだ、さやかりんとさあやもだし、あれもだ、なっちゃんとか、なっちゃんとたむきちとか一緒、なつきだから。なつき、なつきって被るのすごいよね。なつきちゃんってゆら友達におらんから、なつきちゃんと、なつきちゃんと初めて会ったの。そう、なつきちゃんっていう友達が周りにおらんかったけん、なつきちゃんと初めて会ったけど、二人一緒じゃん、全く。え、漢字も一緒なん、そうなん、漢字も一緒なん、すごっ。すぐ見つかる、あ、ゆなゆな、池田ってちょっとあるあるよね、名前池田。2期生超すごい、かぶってる名前多いよね、めっちゃ。川又、川又っていう名字もでもゆら、ゆうなちゃんを知って川又っていう名字の人が初めてで、そのでそれでアンナちゃんもだし、すごくない？同じグループにさ川又が2人いるってさ、川又ってあんまりそう聞いたことないけど、ゆうなちゃんがゆらも知ったの初めてだった。
月ちゃんさんこんにちは。あ、四国、へえ、そうなんじゃ。確かにアンナちゃん四国ね、出身。もうすぐだ。よろしくお願いします。黙ってしまう。りょうやさん初見ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田ゆらです。ぜひルームフォローお願いします。3位。A1 さん初見ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田ゆらです。ぜひルームフォローお願いします。池田ちゃんと後まで仕事戻りません。うん、じゃあ次は時間があると思う。対戦どんちゃんさんありがとうございます。のむのむさんありがとうございます。ほっしーさん初見こんにちはありがとうございます。 ST48 に研究生の池田ゆらです。ぜひルームフォローお願いします。チャララチャンチャチャチャン。すいません、ないね、偉いです。ない、今のところ。ちょっと怖いけど、そう今日は間開ける。なんかいつも
なんかゆらが早すぎるらしくて、そのパン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 進むのが間に合わない方とかがいるみたいだから、ちょっと開けるようにしてますね。って感じで、もうそろそろですね。怖い、忘れそう。忘れませんでした。イエーイ。当たらん。なんで星になるんかな。よいしょ。ゴリゴリの忖度を見た。ありがとうございます。忖度よし。じゃあこれでいきます。次はもうちょっとで終わるんですけど、10人フォロワーさん増えてる、嬉しい、ありがとうございます。今日一日高くて、おーいいな。ユラは全然ですね。なんかちょうどだったら当たりにくいらしい。夜配信、夜配信どうかな。何も
なかったらします。絶対に押し寄せませんよ。あと何回できるかな、今20分じゃけん。何回かな。最後はじゃあ爪爪でいこうかな。5000人さん配信はね、あれですね、あの休みの日の方がいいかなと思って、平日より。だから休日の5日にします。まだはっきりとは決まってないんですけど、休日だったら昼夕方夜分からん、何どこがいいんだろう。やった、当たった。マスクさん、名前なんだろう。ヘテテテスヘテテスさん、初見ありがとうございます。 ST48 日研究生の池田由良です。ぜひルームフォローお願いします。2位でした。昨日ユリニャの体操、あ、見に行ってましたよ。見に行きました。そう、見に行きました。グダットさん、こんにちは。マスオさん、コバン、ありがとうございます。じゃあちょっと爪爪でいきますね、最後は。これでいきます。ちくわさん、こんにちは、ありがとうございます。対戦
全員キャラと本人がすごときめき、ぜひ使ってください、ありがとうございます。やばいかも、4位かも。いや、4位だった。じゃあこれ次が最後かな、多分。多分最後です。多分最後。最後。ラスト。当たりましょう。ラストでハート止まった。橋永さん集できて、ありがとうございます。むっちゃんさん、ライダイさん、ありがとうございます。対戦ランディーオートンさん、こんにちは。てた、嘘。
やった、最後は1位で終われました。1位で終われました。でもどうし、終わりですね、終わりです、終わります。今日は優秀の、そう、終わります。はい、ということでランキングを読んでいきたいと思います。くーちゃんさん、対戦ありがとうございます。はい、では読みます。13位、もっぴらさん。12位、あっちゃんさん。11位、マスオさん。10位、だいだいさん。9位、もひかんだいなそうさん。8位、たっくんさん。7位、むっちゃんさん。6位、エブリンさん。5位、ゆまぽんさん。4位、あきさとうさん。3位、よぴぞうさん。2位、のりさん。そして1位はトゥルルルトゥン、すんすんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで終わりたいと思います。終わります。はい、皆さん、ではお昼からも頑張ってください。ありがとうございます。ぜひルームフォローもお願いします。バイバーイ。